さすがは天下一の忍びよ。富がすべてじゃ。この世に金で買えないものなどありはせん。城下で絶大な権力を持つ越後屋の欲求はとどまることを知らず、人々の生活を苦しめ続けていた。覚えのない借金に法外な高利をつけられ嘆く町民。返さなければ金で集めた無宿者や浪人を使い非道を繰り返す。
事実を知った郷田家の重臣たちは越後屋を白洲の場に立たせるべくすぐさま証拠を探した。しかし狡猾な越後屋が己の手を汚そうはずもなかった。表では裁けない現実に郷田松之進は影を死角に出すことを決意する。越後屋を忠せよ。何だ？
だ。
悪行の数々、見逃すわけにはいかん。くせ者じゃ、出会え出会え。くせ者め、我が剣の切れ味、身をもって知るがいい。はっ、ねえ、はっ、はっ、くらい怖っ、ねえ、くらい怖っ、はっ、くらい、はっ、くらい怖っ、はっ、わしの金にゃ。己の悪行、地獄で食いるがいい。
今宵の月、実に不吉じゃが。隣国の事情を記した書状を携え、君主合田松之進のもとへ急ぐ。帰路も残りわずかとなり、見慣れた城下へたどり着こうとしたその時、月明かりに照らされた自らの影と並走する無数の気配があった。何者かが懐の密書を狙い城下町に紛れ込んでいる。城で待つ主のもとまで無事たどり着かなければならない。殿、ご安心召され、必ず戻ってまいります。遅れまして申し訳ございません。はい、いやいや、ご苦労であった。ささ、殿がお待ちだ。隣国に潜伏していた忍びからの連絡が途絶えた。その後城まで帰り着いた者の話によると、仲間の忍びが国境に広がる虎つぐみの森を抜けた
山中の地下牢に捕らえられ拷問を受けているという。時をかければ仲間の命は危ない。忍びの掟を破ろうとも見殺しにすることはできん。頼む、行ってくれ。Thank you.
なんだ。ここで何してるグー、怪しいからやっちまうグなかなかやるものよの。何やつ。我が名は鬼影、いずれ郷田ともども貴様らの首をもらい受ける。それまでにせいぜい精進しておけ。ちょっと遅かったんじゃない。少しは素直になったかと思えば。ま、今回ばっかりは礼を言っとくよ。
岳領内の寺社仏閣が万事教を名乗る集団に次々と襲われた。目的は人を意のままに操る怨霊を封印したと伝わる呪縛石である。山中深く99の石段の先に立つ金王寺を総本山とする万事教は持ち去った呪縛石を祀っているという。呪縛石の力か領民へ影響を及ぼし始めているのも気がかりである。横島な神の所業、葬るは影の務めよ。Thank you.
何者じゃ？わしの子に何かするつもりじゃな。民をかどわかす邪神に使いし者、その腹を引き裂いてでも石は返してもらう。悪意の目残さじ。また会ったな。少しは楽しませてもらったわ。鬼かけてやら、これも貴様の差し金か。覚悟。意気込みだけではわしに勝てんぞ。少々侮っておったわ。次は必ず仕留める。
諸外国との交易が始まり、この地はいつしか黄金の国と紹介されるようになった。残忍な海賊として名高いキャプテン・バルナーも、この黄金の国の噂を信じた一人であったが、無論目的は交易ではなかった。丘へ船を寄せ、大筒で威嚇し、城下を荒らし始めたのである。平和を失った城下を救わなければならない。それは松之進の考えと同じだった。偉人とて容赦はいらん。切れ。Parece que has muerto. Te mató ahora.
何を申しておるのか分からぬが、消えてもらう。異国での最後とは寂しいもの。流行り病すら患ったことのない菊姫の目が突然光を失った。城下の有名な薬師や蘭方医にすら見当のつかない奇病である。もはや忍びの里に万能の秘薬として伝わる奇妙草の花を煎じて飲ませるより他に治す手立てはないという。この奇妙草、天狗が住むと言われる芝山の頂に自生し、開花するのは一年に一度と伝えられている。菊に今一度美しい城下を見せてやりたいのじゃ。すまん。
の草のようだな。菊殿、しばしのご辛抱。郷田家の盟友として隣国を治める赤間時頼の居城が鬼の面をつけた忍者集団の奇襲により陥落した。家臣の多くは抵抗むなしく討ち死に。追い詰められた当主の時頼は天守閣にて自らの命を絶った。城は未だ鬼面の忍びに占拠されたままになっている。知らせを受けた松之進は亡き父の盟友を弔うべく兵を出すも、力押しの攻め手が通じるはずもなかった。殿、敵が忍びなれば忍びにお任せ。敵は人にあらず、決して侮るでないぞ。
よくぞここまでたどり着いた。それともさすがと言わねばならぬか。やはり貴様か鬼影、これも冥王手やらの差し金か。どうでもよいではないか。どうせ今頃は郷田の城も。さあ貴様はここで死ぬのだ。ふにゃっ、姫様、鬼影との戦いで
留守中の城が狙われ、あろうことか菊姫がさらわれてしまった。合田松之進は失意から床に伏せ、責任を感じた老中関谷は松之進に隠居を申し入れる。もはやこの城には予想される冥王の侵攻を防ぎきる備えはない。捕らえられた菊姫を救い、鬼影そして冥王を倒すため、力丸と綾目は捨て身の覚悟で闇の城へ向かう。忍びの掟に自陣の文字なし。綾目、参る。覚悟を決めて参ったようだな。証拠りもなく蘇ったか鬼影、二度はないと思え。愚かな、本気のわしに勝てると思うてか。公爵より技で相手いたそう。ふにゃふにゃふにゃ、ふん。
決めはこの下だ。されど貴様ごとき冥王様には及ぶまい。先に冥府で待っておるぞ。鬼影ほどの手だれが使え、恐れる冥王とは。Thank you.
したのはお前か。かような業の者がおったとは。貴様が冥王か。姫はどこだ。そんな小娘のことより、うぬら自身の心配をせ。ここは貴様のいる場所にあらず、冥府へ帰れ。力丸。おお姫、よくご無事で。お姉ちゃんが助けてくれたの。でも怖かったよ。力丸、ここは危険だ。早く逃げないと。おやめ、行くぞ。さあ聞く。
bad boy. It's payback time. Somebody help! Get her! Get her! It looks like you chose the wrong party to crash. I have come for Ichigoya, but I guess I have to deal with you first. Now where did that ledger soul goat go and hide himself? It's just you and me now. My money! My money! You won't need it where you're going. I don't care what. This message is getting through.
Sorry, I stopped for some refreshment. You have done well. Come, Lord Order is waiting for you.